パーチプルの技を見せようか。パチンコの日本一緒にが世界一周した私、今度春菜がパチンコの楽しさと価値観をお伝えするチャンネルです。はい、どうも、今度春菜でございます。今日はですね、先日僕が今までパチンコ打ってきた中で電サポの飛び打ち一番難しいなと思った機種を取ってきましたのでお届けしたいと思います。はい、早速ですが、その機種名は何か。冬の空とリメンバーアマレジバージョンでございます。はい、僕が今まで打ってきた中で1日で電サポの飛び打ちマスターできなかったのはもうこの機種しかありません。はい、逆にこの機種を1日でマスターできたよっていう方いらっしゃいますか。はい、相当難しいですよね。青龍のアマネジも、2ね、青龍2も1日で一応マスターできました。はい、ただ冬ソナルのアマネジは本当に時間がかかった。マジで難しかった。ただね、まあ、そんだけ難しいっていうことなので、もうね、なんだろう、これ覚えたらね、本当ね、自信がつきましたね。もうね、なんだろう、北斗武装の2パターン解放とかありますよね。右5回、左6回の。もうそんなのね、止まって見えます。もう、はい。もう寝ながらできるって言っていくぐらいのレベルです。はい。冬のソナトのリメンバーマネジ場所は、もうそんだけ難しいです。はい。もうね、何？もう毎日、大谷の球をずっと打ってた人が、もう同じマウンドの距離で、ピッチャーが小学生に変わったと。はい。そんくらいです。そんくらいの台でした。はい。まあ、それの台をね、今日取ってきましたので、まあ、今更使える台ではないかもしれないですけど、皆さんにお届けしたいと思います。はい。まあ、と言うても、ちょっと、まあ、僕打ったのも半年ぶりぐらいで、初当たり1回しか取れてないので、まあ、そこまでめっちゃ完璧っていうわけではないので、ちょっと、まあ、ちょっと、温かい目で見ていただいてね、はい、お届けできたらと思います。まずね、この冬のソナタアマレジバージョン今日打ってきたんですけど、先日打ってきたんですけど、なぜ難しいのかお話ししていきます。はい、まあ、本当に、まあ、北斗武装と比較にならないぐらい解放パターンが早いです。早いし3パターンあります。ただね、まあ、これね、まあ、僕がね、電サポ中に、まあ、格言中に10回ぐらい当たらないで外してでやった時は、200回ぐらいハマった時に450個ぐらい増えたりしたんですよね。はい。だから、難しいけど、覚えて、やればやるほど球が増えてっていう楽しさがめちゃくちゃある台でしたね。まあ、最近、僕のソフトチャンネル見てくださいましたかね。まあ、例えるならディスクアップみたいな感じですよ。はい。技術介入はすっげえむずいけど、やればめっちゃ増えて他の人との差別化ができた。はい。そんな僕にとっては思い出のある台でございます。はい。で、なんで難しいか、なんですけど、まず、5回解放です。5回解放なんですけど、解放パターンが3パターンあります。はい。ほとんど2パターンですよね。この冬ソナは3パターンあります。はい、ちょっと、結構体で動いてる部分はちょっと間違いに見させていただきますね。セグがあって、左についたら、ショート、ロング、ミドルです。で、閉じると同時に2個、閉じる直前に1個、開くと同時に1個、開くと同時に1個。真ん中だったら、ミドル、ショートです。はい。開いたら1個、開いたら一拍開けて1個、開いたら1個、開くと同時に1個。もう、わけわかんないでしょ。はい。で、真ん中と右のセグついたら、どうかっていうと、ショート、ミドル、ショートです。はい。最初はもう、間に合わないですよ。間に合わないので無視してもらって、開いたら1個、開いた瞬間に1個、開いた瞬間に1個、開く直前に1個。はい。これをセグを瞬時に見て、瞬時にも判断して打っていきます。まあ、今更も多分覚えるとさせるような動画ではないんで、細かい説明は、あれ、しないですけど、はい。注意点言うと、僕が結構、もう時間かかったので、僕ができなかった注意点を言うと、真ん中と右点灯の時には無視するんですよ。はい。それをつい打っちゃうんですよね。それを無視するようにする。で、1回目の解放パターンがいつも遅れがちになっちゃうんですよね。遅れがちになるんですけど、それを早めに打ち出すと。で、あとはもうとにかくもう、体に染み込ませるんですね。僕もね、もう頭では正直覚えてないんですよ。どのタイミングパターンコードだっていうのを。体に染み込ませるしかない。ただ、この間も先日、まあ1回ね、打っただけで、まあ3年、4年ぐらいしたのかな。
最初はちょっとタイミングがあーってなって、だんだんまあやっぱり、あーこうだこうだこうだ、あーこうだこうだみたいな感じでね、思い出していった。そんな感じですね。はい。まあ、説明こんくらいしましょうか。まあ僕がちょっと打ってきたのをちょっと見ていただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、まずは、小デジが動いてるので、小デジが止まるのを見ます。はい。で、ワン、ツー、まあ左がと、左に止まったので、三、四、五で打ち出します。で、ワン、ツー、弱、強で合わせます。ちょっと遅れてます。三、四、五で打ち出して、真ん中と右は2個目を捨てます。三、四、五ですぐ打ち出します。で、また同じ2個目を捨てます。三、四、5、すぐ打ち出すのいいタイミングですね。はい、2個目捨てて、3、4、5で打ち出します。捨てる。3、4、5と。で、すぐ打ち出します。いいタイミング。2、3、4、5、いいタイミング。で、真ん中は2、1個ずつ。3、4、ちょっと早いな。5、1、2、3、4、5、オッケー。ワン、ツー、弱、強で合わせます。ちょっと遅れてます。3、4、5。真ん中解放。2、3、4、5。オッケー、いいタイミング。1、2、3、4、5。オッケー、いいタイミング。2個目捨てる。3個、4個、5個。で、すぐ打ち出して、ここはワン、ツーで入れる。三、四、五。三、四、五。二個目捨てる。まあ、これの繰り返しですね。三、四、五。はい。まだちょっとタイミングは、まあ、半年ぶったらちょっと完璧ではないですけど、まあまあ、だんだんなんか良くなってるなっていう感じですかね。はい。うん。はい、ワン、ツー、いいタイミング、二、三、四、五。はい、一、二、いいね。三、四、五。はい、一、二、オッケー、三、ちょっと早いかな。四、五、オッケー。二個目捨てる。三、四、五、オッケー。まあ、こんな感じですね。はい、ありがとうございます。はい、動画見ていただきました。いかがだったでしょうか。はい、まあ、僕自身ね、まあ、ちょっとブランクあったので、ドンピシャでぴったしっていうわけではないんですけど、これが、調整がもう、まあ、ノーマル以上だったら、マイナスになってなければ、球がもりもり増えます。はい。で、僕自身も、去年の初め頃ぐらいまでかな。去年の初め頃ぐらいまでは、もう、バリバリ打ち込んだ機種です。で 今からね、まあこれ覚えてやってくれる方いらっしゃいますかね。いたらすごい嬉しいんですけど、はい。まあ相当使えるね、ひねりも使えるし、2ラウンド来たらそこで打ち出すっていうのもできるし、ハック掘りだからスピードも速い。で、もう入賞した瞬間に当たるっていうのも結構分かったりするので、で、球めっちゃ増やせると、はい。すっごい楽しい台なので、ぜひ今日の動画見ていただいてね、はい。チャレンジしてくださる方いらっしゃったら嬉しく思います。はい。まあね、まあ、最新でめっちゃ使えますよっていう台ではないんですけど、まあ、たまにはそういう回もいいんじゃないでしょうか。ちょっと僕の、自慢みたいな部分もあるかもしれませんね、今回はね。はい。はい、まあ、そんな感じでございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。